作品にメッセージ性っていう強いものっていうのは特には込めてはいないんですが、まあ、こういう顔がいくつもあるだとか手がいくつもあるっていうような作品僕の特徴になってるんですけど、そういうものを見て、あこういう見方もあるのかなとか、あこういう視点でものを見ても面白いかもしれないねっていうような提案ではあるんですね。もちろん見る方が自由にイメージを膨らませて作り上げていっていただければ一人歩きしていってくれるのが理想かなとも思ってます。彫刻家の金巻義俊です。彫刻を始めて、まあ、基本的にアカデミックな環境で学んできたので、彫刻ってこうあるべきっていうような先入観みたいなものが自分の中にはあったんですね。それが外れた時っていうのが10年ほど前ですかね。いろいろ遠回りもしたんですが、やっていくうちに、まあ、自分の好きなものとか好きな世界っていうのはやっぱりあるので、例えばプラモデルだとかフィギュアだとか、そういった世界観っていうのは割と彫刻だとか木彫だとか関係なく自分が好きな世界でもあったので、そこに寄せていくとだんだん自分らしさっていうのが出てきたんですね。そこから割とイマジネーションが自由になっていって、解放されたあたりから今のような作品群になっていったと思います。普段から人と対面してる時にそのように見えてるかっていうと必ずしもそうではないんですけども、実はどう思ってるんだろうなっていう深く読んじゃう癖があるんですね。そこを一つ形にするにはどうだろうとかっていうのをイメージしながらドローイングしたりとかモデルを作ったりしてますね。特にストーリーを組み立てて表情を決めてるわけではないんですね。見る方がご自身の経験だとかそういうものを照らし合わせてストーリーを組み立ててもらえるような感じで考えてはいますね。ポージングに関しても、例えば一瞬を切り取ったような次の瞬間また動いてもおかしくないような感じ、あこういう人いるかもねっていうような感覚のものを作りたいとは思ってますね。だからあまりこうバチッと決めすぎないポーズっていうのを自然とチョイスしてるかもしれないですね。ガンダムのプラモデルは自分が小学校ぐらいの時に大ブームが起きて、富野義行監督の仕事量というか密度というかアイディアの豊富さっていうのが本当にもう尊敬するし憧れることがあって、例えば富野監督の作品であれば、割と富野監督の女性キャラクター裏切るんですよね。寝返ったりとか、そういう感覚っていうのがもしかしたら自分の中で痛烈に残っていて作品の一部になっている場合もありますから、木彫イコール金巻っていうのは前提としてあるし、そこは一つ僕のアイデンティティだと思うんですけど、それ以外にもうちょっと人に見てもらえるやり方とか、もっとイメージが浸透していくやり方っていうのを探ってみたい気持ちがあって、彫刻家って作品作って売ってしまうと手元に作品残んないんですね。ただイメージっていうのは自分の中にあるから、そのイメージを木彫に限らず何か違ったものに落とし込むことができないかなっていうことは考えています。今ちょっと計画中なのはフィギュアを作りたいですね。これはもう1点作ったらおしまいになっちゃうんで、もうちょっと人に手に取ってもらえる価格帯と大きさで少し数作ってマルチプルで出してみたいなって気持ちはあります。例えばミケランジェロの創造のあれはみんな知ってるじゃないですか。ああいう強いイメージみたいなものを皆さんが知ってるようなイメージに自分の作品がなっていけたらいいなっていう夢はありますね。